改めまして我々がレイフラワーです。よろしくどうぞ。たぶん見てくれよ。昨日夢を見ました。今日のライブの夢です。どんなに煽ってもどんなに声が小さいおいおいおいって煽っても煽っても無音っていう、それはひどい悪夢を見ました。だから2曲目のリアルゲームで声が小さいって思ってない。めっちゃ出てる声って安心しました。ありがとうございます。ここで触れる予定じゃなかったんけど、触れとこか。ずっと座ってんな宮子さんと思って、もうあれなんですよね、ご自身のそうツイッターでは。そうそう、ね、もうあのね、いきなり座ってやるとさ、はい、なんか変やん。一応ね、それ見てない方ね、多分なんであの人ずっと座ってはんねやろうって思われると思うんで、そう一応ね、ちょっと言うときましょうか。そうやね、はい、ね、ちょっと左足がミートクッパイしました。初めて聞いた。そういうん、そう、ミートクッパイ肉離れってそういうのミートクッパイ。いやけど元気よ。ね、あの、ね、そこ以外は元気なんですよね。そう、もう全部元気。そう。バカな。で、あの杖、松葉杖じゃなくて、本物の杖なんですよ。あのこういう握りがあってこう。あ、一応叩くもあるでしょ。あります？あ、じゃあ。その持つ人が持てばちょっと隠し刀でも仕込まれてるんじゃないみたいな。こういうもうほんまにステッキですわ。これね、これ。あれです。だこれをついてこうヨロヨロとこうしながらさ、こうで陽気な、あー叩く叩く、もう決めんよ、なんかもう会長なんよ、会社の。あ、でもいいっすね。いいでしょ意外と、うんうん、でなんかね、そのラグビー選手がやるぐらいの肉離れなんですって。俺ラグビーやったことないよ。知ってた、よかった。今なんかかけてラグビーやってるのかなと思って でも本人は心当たりないらしいね。だからなんでなったんかわからんねんって。ラグビー選手がやるぐらいの全治1ヶ月の肉離れ、いつやったんかわからんねん。むっちゃホラーやろ。そうでもなんか積年のあれなんですかね、こう蓄積っていうか、ね、宮子先生すごいピョンピョンするからキーボード、多分日本で一番飛び跳ねるキーボーディストなんだよ。すごいんですよ、もうほんまに。もうなんかウェーイみたいな。俺初めて見た時衝撃でしたから、めっちゃ動くなこの人。かと思いきやあのショルキー、わかる？ショルダー肩から下げるやつ、ギターみたいなやつ、あれ持って走り回ってるしさ。だからそのコーナーも今日見せられへんのよ。それかほんまにもう唯一の今回のツアーではちょっと無理かもなと、いろいろ話あったんですよ。そう、ショルキー使う時だけそうなんか動く台車みたいなのに乗ってもらってそう俺が押すみたいな、ウェー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 ウェ
ったの。俺らが放置するほらみたいな。あんな、実はな、田沢くんな、はい、俺ね、あのもう一本買ったのよ、ステッキを。ステッキを、はいはいはい、俺買ったんやけど、それ宙に浮くステッキやってん。どういうこと、どういうこと、マジでどういうこと。マジで、あのそういうのをイリュージョンで使うようなやつを買ったのよ。実はまあ言って、いやいや言って、聞いて、言ってちゃう。それをここで披露したら面白いやんと思って。あー、ステッキよね。そうやね。ほんでアーノンで買ったのよ。こんなん来たら説明書一切なくて、ほんでどうすることもできなくて、一応ちょっと電話かけて言ったら、あの返品してくださいって言われて。
ちょっと持ってきてください。解明しましょうよ。僕らで見つけましょう。か、まあ別のを買いましょう。ちゃんと説明書ついてくるでしょ。ちょっともう一回買ったら。そうやね。多分ね。そうしましょう。じゃあ5本買って5人でやろうか。俺はいいけど、ガールとか回ったりとかしたらめちゃくちゃおもろいと思うよ。俺はいいけど、シンプルに顔してるね。シンプル顔してるで、俺はちょっとみたいな顔してるで。伊藤さんどんな顔してみろ。どんな顔してみろ。見たろ。いや、そんな顔してるわ。無やったわ。仏像みたいな顔してた。でもさ、マジックはさ、やっぱ先輩特許ですからね。いや、先輩特許ですからね。そう、アルツはまるっとね、なぜか宮古さんのマジックするコーナーがあったりしてありましたからね。ありましたよ、懐かしいね。で、僕らが果たしてそんなね、やっていいものかと。いや、けど5人やったら楽しくないですか。めっちゃ面白いですよ。5人でステッキ回ってるんですよ、目の前で。エオミンと確かに面白そうやな。前向き、やってみる。やってみようよ。やってみてみる。マジか。断るかと思う。ここ以外でも使えそうやん、宴会とか。ああ、確かに確かに。宴会使えるか使えない。でもさ、はい、なんか俺なんか宮古さんより上手くできる気がする。あれそう、ほんま悪い人だって。ちょっと悪い、ほんま悪いな。いや、ほんま悪いな。思っててもやん、それは。そうや、思っててもやん。それは、それは言うてもた俺かって思ってるじゃん。おいおい、もうじゃあおいおい、どこ傷が深くなる。思ってても、それはうまくやろうや。潰そうよ、メンツを。どういうことや。なんでこの人がマルトツアー中マジック担当しててんやろうぐらい俺らがうまくやったじゃん。ねえ、やっぱねえ、これ最近よくつけてもらってる。あ、そうなん。キラキラするかなみたいな。そういうの似合うからいいよね。まあ、そもそもキラキラしてんねんけど。あれ、あれちょっと背高なった。こっちが厚底履いてるからな。おのれのと色違いやないけ。お前の背高かったんじゃんけん、ほんなら。確かにちょっと高いのよ。あんなこんなに二子さんは厚底ちゃいますもんね。デフォルトで高いんですもんね。まあじゃあその話する。いや、なんか今回衣装の方向性とかも戦場プロデュースなんよ。で、なんかみんなでコンバース履きましょうみたいな。まあ声はもっとちっちゃいんですけど、みんなでコンバース履きましょうみたいな話になって、で一応いろいろこう、まあ、持って行って、で伊藤さんのを俺がその時に借りたんですよね。ああ、履いたんですよね。ならこれいいじゃんってなって、で僕そのフィッティングしたその帰りに靴屋さん行って同じの買ってる。だから同じの持ってんのよ。そうとか思ってたらゆきちゃんが色違い買ってるっていう。いや、なんか2人がラバーされた。何がおかしいんですよ。そんなおもろいんか、俺がちょっと背高いの。そうね、言うてんの。言うとるやつのメロディー。なんかその、うん、その伊藤さんがそのフィッティングって俺個人的に行ったのね、そのメンバーと一緒じゃなくて、なんかその衣装さんがなんか伊藤さんがユキはコンバース履いてくれるかなみたいなこと言うてましたよって言われたから、え、じゃあ履いた方がいいんですかね。え、履かん気だった。うん、コンバース縛りじゃなかったの初めは。伊藤さんにも何も言われてないし、今回のコンセプトはコンバースだよとは何にも言われてなくて行ったら、最初はそう思ったんだけど、うん、まあいいかなと思って。あ、最初はコンバースしようねって。そう、俺は聞いてたの。あ、そうそうそう、ね、でもまあもういいんじゃない。あ、その後ほどいた。
たんや。そう。あ、なるほど。じゃあ届いたけど、うん、ゆきちゃんコンパス買ってきたって。どうや、そうやっぱフロントさんに会っとった方がいいかなと思って。空気読める、空気読める男。 あんまりバッシュ入って、バッシュ入ってステージ立ったことなかったから。え、バッシュって俺が知ってるバッシュ、バスケットシューズね、うん、これそうやね。まあ、こんな厚底は違うと思うけど。そやな、こんなん履いてやんのかなみたいな。で、初めコンバース出たからバッシュかなと。あ、やんねんやって、いた。何してんの、何してんの。あかんで、ミートコンバーやんねん。それ気がつけなあかんで、そういうのになる言うてたから。言うてもう、あかんで、2人目椅子はあかんからな、もうさすがに。俺でも宮田さんみたいに貫禄ないから多分大丈夫。何いや、もう貫禄がすごすぎてさ。それを褒めてんねやんな。褒めてんねやんな、一応聞くよ。そうな、褒めてんねやんな。そうや、確かに会長感あるかな、言うてるみたい。じゃあ、ゆきちゃんがじゃあもし今度あの肉離れしたら、うん、もう今度こそ代謝な。運んでくれんの。運んだる。動きたいやろ。前出してそのままでおんのやめてな。いや、大丈夫。ちゃんと解放してあげるから。なんか嫌にそうやから。俺今日ちょっと背低いっすね。めっちゃ低いっすね。いいっす。仲良やってます。じゃあ行きましょう。